バートレットは、アメリカ合衆国テネシー州の南西空、シェルビー郡の都市である。メンフィス市の北東に位置し、同都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は54,613人だった。バートレット市が成長することになる街は、当初ユニオンデポ、さらに、グリーンボトムと呼ばれていた。ナッシュビルから西に進む、駅馬車道では、 テネシー州から西に出る直前の主要停車場だった。1830年頃に町として設立された。その駅場車に代わってメンフィスハイオ鉄道が敷かれるとバートレットはその駅として存在し続けた。当初は農業社会であり、駅場車道沿いに大きなプランテーションがあった。1866年11月1日、町が市として法人化され、 氏名はバートレットに変更された。法人化される時に、ブライアン・ウィザーが、初代町長に指名された。氏名は農園をもだったガブリエル・ M ・バートレット少佐に、ちなんで名付けられた。バートレットの家は、ローリー・サマービル道路沿い、現在のバートレット駅プラザがある場所にあった。バートレット市は、北緯35度13分23秒、整形89度50分28秒。 北緯35.22306度整形 89.、89.84111度、35.22306-89.84111に位置している。メンフィス市の北東市境と接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は23.42平方マイルである。領域の併合によって、さらに20.54平方マイル増える。 可能性がある。バートレット市の公共教育体系は2013年から2014年の教育年度までシェルビー軍教育学区に属していた。2013年7月16日の住民投票でバートレット市教育学区の創設が承認された。この新しい学区は2014年秋に始まり、連邦裁判所に訴えられた訴訟の当事者間に行われた合意に従い、 地域内11の校舎が含められた。学区監督下には、シェルビー郡教育学区の副監督官だった、デイビッド・スティーブンスがついた。高校、中学校、小学校、2010年時点で、バートレット市は人口で、テネシー州では第10位、シェルビー郡ではメンフィス市に次いで第2位である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 バートレット市は1829年頃の設立以後、1866年に法人化され、その後の100年間は小さな町のままだった。1960年でも人口はわずか508人の駅馬車道と鉄道の傍らにある古い町だったが、1970年代と1980年代に新しい住民が入ってきて急成長した。その多くは、 メンフィス市からのホワイトフライトによるものであり、また東部と北部の領域を併合したことも貢献した。2014年推計では6万人に迫っている。2007年、雑誌マネーがアメリカ合衆国で住みたい街百欠の第95位にバートレット市を挙げた。デイビースマナープランテーションはシェルビー軍でも最古のマルタゴや32エーカーの農地。 多くの構築物がある歴史的な資産であり、小屋は一般公開されている。構築物の中には、小作人小屋から売店、粉引き場から名屋まである。さらにキッチンガーデンや医療用ハーブ園などいくつかの庭園もある。屋外を楽しむ観光客には、ウォーキングツアーや自然の道もある。ニコラス・ゴットン邸ニコラス・ゴットン邸は、コート通り2969にある。 バートレット博物館が入っており、バートレット歴史協会が運営する地元歴史博物館となっている。この白い木組構造の建物は、1871年にニコラス・ゴットンがニューイングランドのソルトボックス様式で建てた。長い勾配屋根が背面に傾斜している。背面は平屋、前面は2階建てである。バートレットレクリエーションセンターは、 広瀬5万5000平方フィート、2000年8月に完成した施設である。バートレット警察署の真裏、フラハーティプレイス7700にある。水泳プール、ラケットボールコート、バスケットボールコート、陸上競技用、トラック、ワークアート室があり、市民に人気がある。開設以来、運営がうまくいっており、市からの援助なしでやっていけている。 バートレット芸能と会議センターは1999年に完成し、コケラ落としはアートガーファンクルのショーだった。アップリング道路3663にあり、バートレット警察署やアップリング中学校の通り向かいである。芸能のみならず、セミナーや事業の会議などの催しに貸し出されている。ありがとうございます。